はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。近藤辰之様、郁夫様、無意自然様、諸位様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき、誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して、政治活動を資金にさせていただきたいと思います。NHK スクランブル、イコール実質解体デモ、10月2日日曜日、13時30分、渋谷区神宮前 6-22-8、神宮通り公園集合、報道されないことの証人になってください。ご参加されて、よろしくお願いいたします。日本人面して生活してる非日本人発狂不可避の日本は超個体である製本サンプルできました。紙の本ですね。今まだ電子版しか販売していませんけれども、出版の田中さんに表紙も何もかも丸投げしてましたが、いいデザインですね。日の丸入っててね。時期に販売開始だそうです。よろしくお願いいたします。情報ありました。9月25日新宿南口で安倍活、安倍川活動のことであります。安倍活、共産党参議山添拓、過労で死んじゃうんじゃないか山添さん、中核派政治部令和、DHC 嫌がらせ担当の中野区チーム、普段は中野区で活動してるんだけれども、この日は新宿に集合、総係仕切りの菱山直子と後見人の文と高田が検証会と言い争い。戦争反対話せばわかるんじゃなかったのかお前らよ。というですね、笑っちゃうんですけど、9月26日新宿西口で安倍活、全労連、かっこ共産党の街宣車の上にいるのは、右から司会の菱山直子、総係、小川淳也、直也、なんて読むんだこれ。この人はあれだよね、確か維新の対立候補に立候補取りやめろって、のこのこ説得に出かけちったおバカもんだよね。立憲、福島みずほ、社民、おっさんがですね、共産の伊藤学って読むのかな、伊藤だけって読むのかな、わかんねえ、どうでもいい。画面中央のハンチングが文と高田、検証会と言い争い、怪しいやつだな。環境に配慮したリサイクルプラカード、安倍国葬を許さない。画面右下に菱山八王子チームの雑用係、神音ってやつがおりますね。これかな、あ、違うな。貼り忘れた。文と高田健は国葬やめろ記者会見で外国人からなんで反対しているのは老人ばかりなんですかと聞かれてしまった左の人ですね。左のあのつるっとピカッとしてる人、いや連日の安倍活は大した若くもない体に応えるでしょう。菱山なんかあの30代でまだ若いですけれども、俺国葬が終わったらバカンス行くんだなんてフラグっぽいこと言ってるかもしんねえね。それフラグだぞみたいな、この戦争が終わったら結婚するんだとか言うと大体あのその人死んじゃうっていうフラグですね。国葬が終わったら何、安倍側の皆さんは明日から何を励みに生きていけばいいのか。一部にですね、岸田側に転換する動きがあるが、うまくいってませんね。岸氏はキャラ的に弱くて、魔王役は到底務まれませんね。安倍活幹部の菱山が、最低最悪の呼びかけをしてしまう。音の鳴るものを持ってきてください。黙祷の時間に一斉に鳴らしましょう。と呼びかけてしまいまして、ネットの話、いくらなんでもやりすぎ。普通に考えて、最低最悪。原爆追悼式にも大騒ぎする奴らだもんな。多様性を歌っててこれ、最高裁でしっかり負けておいて邪魔し続けるとか、よくこんなみっともないこと思いつくな。シンバル鳴らすチンパンジー人形、完全にやべえカルト。ガチで最低すぎて引く。例の太鼓でドドンガドン、セルフ放火したやつの一味かね。式典の妨害って普通に逮捕案件、騒乱罪そのものと。12時半開始のデモ、300人ぐらい集まったみたいですね、デモの方は。靖国の前、九段下交差点なんか通過したみたいなんですけど、その後はあの国会前に集会だそうで、2時から、14時から。そこでまあやらかすんですかね、ドドンガドン、最低、最悪、品性下劣。村八部でも、
火事と葬式の二番手伝うのが日本人なのにこいつらと来たらね、音出して黙祷する人を妨害って論より重い嫌がらせそのものですよね。どこが多様性、どこがリベラル、リベラルって意味間違って使ったっぺおめえら、弔意を強制するな、してねえよって欠席してもいいんだからと絶叫しながら弔意を示さないことを他者に強制と、そんなんだから世間の支持を失ってんですよね。まあやってる連中はですね、あの国葬中止訴訟と一緒で全国の安倍側から寄付もらえればそれでいいんでしょうけど、国会前にあの集合した安倍側の皆さんは、全員で油かぶって火つけるのはいかがですか。とても素晴らしい講義になると思います。全世界ニュースにもなると思いますよ、これやったら。いいこと思いついちゃった。ね。ぜひおすすめです。やってください、たっぷり油かけて。あなた方の気持ちを全世界に届けようじゃありませんか。国会前集会呼びかけるシーカズを、戦いはこれからです。で呼びかけちゃって何の戦いだって、お前ら常日頃争いはいけないだの言ってなかったか。戦争反対っていうやつが一番凶暴なのはもうバレてるよね。そんなんだからあの高齢者ばっかになって消滅しそうになるんだよね。まああの和夫じゃなくて未だに豪邸から独占してる不破鉄道92歳のせいかもしれませんけれどもね。不破鉄道の X で、共産党消滅の大転換期になると思いますよ。指令出してて、不破鉄道の言うこと聞いてればよかったのが、どうすればいいかわからない C 活動なんかね。国葬は、7時までやるそうで、国会前最後の安倍川フェス。19時までやるんでしょうね、やってる間はね。これじゃにきつそうだが最後なんで頑張ってね。北の丸公園入り口に一般献花台設置、14時の時点で3キロ。最後尾は四ツ谷駅。だそうです。ずらー、安倍側が言う国民の大部分が反対してるとは一体、テレビはこの列をなるべく映さないようにするんだろうな。2時間並んだ、3時間かかった、ツイート多数でありました。ツイッターであの国葬ってあの検索するとね、献花台近くで国葬反対って叫んだ男がいたそうで、テレビはこういうのは取りこぼさない、仲間の仕込みだと思います。何時何分にあの国葬判定っていうから、あるいはですね、もう見知った顔で、なんかやっから撮っててね、連絡行っててね。メール党員の棟梁さんも行かれたそうで、行く時のバスからの映像を載せておられました。警官があの警備している、図ですね、会場周辺を。熱中症にご注意ください。ロシア政府、ウラジオストック、日本総領事をスパイ認定し、国外追放を48時間以内に出ていけと、一時拘束もされたそうであります。日本政府、ロシア政府に抗議。ロシア政府、スパイを送り込みやがって、日本政府に抗議と、もう話になりませんね。ネットの話、これは宣戦布告だな。ウィーン条約をガン無視。外交官って、国公認のスパイだろう、何言ってんだ。日本にいるロシア大使も逮捕しとけばよくね。ロシアにいる外人は、全人質同然、ヤクザそのもの。総領事ラッキー味噌汁飲みたいかなんか言ってですね、日本食食いたい、寿司食いたい、追い出される前に退避しとくべきだったんだよなこれな。ドンジュードンチョーキッシーにそんな素早い判断ができるわけもなく、報復にですね、あの在日ロシア領事を、追放するのがあの世界標準なんですけど、キッシーにそんな華麗な決断をできるわけもなく、ロシアにいる日本人は早く帰国してください。今でもいるのはまあスパイかもしれないですけど、今のロシアだったらあの外国人も徴兵されるかもよ。昨日伝えたロシア徴兵事務所放火は17箇所に及んだ模様であります。これまでの抗議行動で2350人逮捕。この人らもウクライナに送り込まれてんのかな。さらにイルクーツク州シベリアの方だって徴兵事務所にショットガンを持った男が侵入し、誰も戦わない、みんな家に帰ろうと叫び所長を射殺。笑っちゃいけない。兵役経験のしない親友が招集されちゃったっていうのが
動機だったみたいであります。ネットの話、黙って従ってたら殺されるしな、完全に他意しかかってんじゃない、ガチに内戦しかない、まあこうなれるよねっていう、今まで散々プーチン冷算しておいて、いざ自分たちの身に降りかかってくりゃこんなもん。なんかね、あれだって、あの報道が規制だっせ、ウクライナで勝ってます勝ってます勝ってますって、大本営発表、それでロシア人はあの愚かにも、あのプーチンよくやってるのって、あの喜んでたんだけど、いきなり徴兵でしょう。これでぶったまげて、みんな一斉にあの国外逃亡はがってるみたいですよ。ガチで末期だな。1ヶ月以内にクーデターか核かどっちか来るで、政府が国民に対して宣戦布告しちゃってるようなもんだな。連邦解体まであるで、終わりの始まりっていう意見多数でした。徴兵事務所を燃やすため火炎瓶を投げ入れてる、火炎瓶使ってる、革命、もはや革命の戦闘が始まってるって見た方がいい。休止中のあのタクシー運転手を徴兵バスがあの無造作に誘拐してるって噂も本当かな。さらに兵として強制動員された男が無敵化しまして、小学校で銃乱射。自宅待機、いずいず出発になって言われてたのかもしれないですけど、無敵化しちゃいました。絶望して。ジョーカーになってしまいました。子供7人を含む13人が死亡。犯人は自殺。たくま守るかっつーの。ネットの話、子供を殺すなんてひどすぎる。もうやけくそになってるな。憲法9条、クソの役にも立たねえ。ロシアがやらせて、ウクライナのせいにするやつ。ウクライナに核を落とす口実。動員された弱者が、さらに弱者を狙う地獄が発生してますね。これがウクライナのせいにする工作だったとしたら、鬼畜やな。まあ、もともと鬼畜なんですけどね。ベンサム、無敵の人が一定割合を超えると、その社会は崩壊する。福祉はそれを防ぐ国家防衛である。国家の防衛手段である。だから、生活保護を遠慮しねえで受けなさいっていうことなんですけども、そうならないように生活保護はあり、福祉があるんだが、今のロシアは無敵の人、大増産しとるよね。増産しとるよね。日本政府はロシアからの徴兵難民を入国させないように、外国にいるロシア人保護の名目で侵略開始するのが定番化してますから。現にドイツ以外のほとんどの国が、ロシアの難民、逃亡民受け入れ拒否しております。キッシーこういうの知ってんのかなーって、テレビでやんないことは知らないかもしんねえなー、あのボンクラはなー。到底ね、魔王設定できねえな、キッシーは、キッシーじゃって思うんですけれどもね。したら安倍側の皆さん、明日から何を心の支えに生きていけばいいんだろうな。これが終わったらつってがっくりして、急に老け込んだりボケっちゃうかもしれないですね、安倍側の皆さんね。まあ私は心より心配しておりますんで、まあそうはならないようにね。というわけで10月2日デモ参加よろしくお願いいたします。デトックス邪魔。